デジタルサイネージ、まあ、電子看板ですけれども、これ、えーっと、液晶などのディスプレイと、それから通信のネットワークと、からコンテンツや広告、このディスプレイ、ネットワーク、コンテンツの3つから成り立っていてで、えー、パソコンとかテレビとか携帯ではない次のメディアとして期待されているものなんですね。あのテレビと、 ネット携帯の間を埋めるメディアって言ってもいいんですけど、まあ、新しく期待されているメディアなんですで今日本のサイネージ市場っていうのは年間650億円の規模って言われてるんですけれどもこれを僕らは2015年には1兆円の産業にしたいと思って運動してましてでコンソーシアム企業の連合体を作ってるんですが今あの会員数で160社ぐらい入ってましてねでその運営を我々 KMD の学生がやってるということになってます。 ただ、その電子看板といいましても非常に実は広がりがあるものでとっても大きな街角があるようなディスプレイもそうだし5インチとか3インチぐらいのちっちゃなその画面あのスーパーの売り場に埋め込まれているようなちっちゃいのもサイネージなんですね。 あるいは表にその街角やビルの壁に貼ってあるようなディスプレイだけじゃなくて屋内もそうですし家の中のデジタルフォトフレームなんかもあサイネージだろうというふうに僕らは見てましてそれも通信のネットワークだったり放送の電波だったりいろんなもので結びついていくだから大きかったりちっちゃかったり外だったり内だったり通信と放送が連携したりしていくという可能性を秘めているこれから広がっていくだろうと思ってですねもう一つは あの広告メディアとして期待されてるんですけどそれだけじゃなくて学校の中とか病院の中とかあるいはその防災の対策っていうふうに医療とか行政とかあるいは教育っていう分野でも広がっていくだろうなとそれからもっとあの発展可能性でいうと見るだけじゃなくてまああの タッチパネルのサイネージってたくさん増えてますけどこれ触覚ですねあるいは匂いのサイネージというのもあるし音だけのサイネージともあるんですねだから将来はそのマイノリティレポートに出てきたような新しい形のサイネージが指揮たすの空間をプロデュースしていくだろうなというふうに期待をしてまして、えー、そういったものを僕らが作っていきたいなと合わせて日本でしかできないような、まあ、いろんなくだらないサイネージも開発したいなというふうに思ってます